クイズに答えて食べちゃいな、ゴールデンチャイナタウンツアー。さあ、じゃあ順番に自己紹介していきましょう。はいはい、私は最年少の菅井里沙です。よろしくお願いします。はい、ベリーズ工房のキャプテン清水咲です。キャプテン。はい、ベリーズ工房のはっちゃけ担当徳永千奈美です。よろしくお願いします。さあ、今回はですね、6月19日リリースのベリーズ工房32枚目のニューシングル、うん、ゴールデンチャイナタウン、そしてさよなら嘘つきの私にちなんで、はい、本物のチャイナタウンがどれだけゴールデンか、はい、を体験しようじゃないかという企画です。なるほど。ということでご覧ください。やってきました、横浜中華街です。中華街輝いてますね。輝いてますね。ゴールデンだからね。途中で出題されるクイズに正解すると、なんと絶品グルメが食べれちゃいます。やった、やばいね。横浜中華街の豆知識が詰まったクイズ、見事正解して絶品中華を食べちゃいな。それじゃあ最初のお店に行っちゃいな、行っちゃいな。で、レッツゴー。やばい。あの、手を挙げないといけないんだよ。はい。到着でーす。こちらでーす。あ、ここ？ここです。ここは。あ、書いてある。そう、世界チャンピオンの肉まんは有名なお店なんです。すいません、肉まんを。ください。はい、どうぞ。来ました。ゴールデンチャイナタウンクイズ。あ、これがゴールデンチャイナタウンね。はい、噂の、はい。ゴールデンチャイナタウンクイズ。正解した人だけ肉まんを食べることができます。はい、肉まんの問題。中華街の東西南北4つの門にはそれぞれ守護神がいます。うん、東は青龍、南は朱雀。北は玄武。それでは西の守護神は、知らないよ。難しすぎない？ A キリン、 B 大蛇、 C 白虎、 D 狛犬。難しくない？ちなみにこれ分かった。そうでしょ、本当。もうこういうのは勘が大事だから。出だしからちょっと難しい問題、勘を頼りに頑張って。それじゃあ札を開けちゃいな。はい、じゃーん。何でした？みんな違う。嘘でしょ。え、リサコが A で、なんかさ、大蛇とかさ、リャッコとかさ、ちょっとなんかありがちかなと、あんまキリンで聞かないかなと思って、うん、キリンにしました。リャッコで、うん、この間ね、白い虎って書いてリャッコっていうのを習ったから、なんか運命的なのを感じた。そうでしょ。私は B の大蛇。これありがちだよね。うん、なんか一番ありそうだな。ありそうだった。これにしました。何？果たして世界一の肉まんをゲットできるのは誰か。お願いします。正解は C 白虎。ほらね、ほらほらほら。でも運命的なもんね。運命的やっぱり白虎となんか繋がってんのかもしれない。マジか。正解は C の白虎ということで、食べられるのは徳永のみ。ごめんね、みんな。いいの、一軒目から肉まんないでね。肉まんないでね。はい、ありがとうございます。肉まんない。 あ、ありがとうございます。世界一の肉まん、さてお味のほどは。どうぞお召し上がり。いただきます。どう？デリシャス。うそー、いいなー。美味しい。美味しい。どんな感じ？味、生地はふわふわなんだけど、うん、中の肉のあんがしっかり味がついてて、めっちゃ美味しい。いいなー。もう明日からゴールデンに輝ける味です。ダメだな。食べ終わったところで新曲を PR。 なんとお店にポスターを飾っていただけるとのこと。すごい、めちゃめちゃ目立つところ。うそ、ね、これを見てね、肉まんを食べに来た皆さんが、はい、ベリーズ工房のゴールデンチャイナタウンを聞いてくれますように願って、お願いします。私たちは次のお店に行きたいと思います。はい、行っちゃいな、行っちゃいな。こちらです、到着。お、
雑貨屋さんにやってきました。それじゃあお店行っちゃいな、行っちゃいな。ちなみにね、頭でかいからこれ入んなくなるよ。入るよ、入んない、入るよ、ほらほら。ニーハオ、かわいい、かわいい。これみんな似合うでしょ。リサ似合う、リサ似合う、いそうだもん。あ、キャプテンちの入った。なんかついてるよ、なんかついてるよ。珍しいものがあるということでお店の2階に案内されると、あ、待って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 、なんかすごい普通のセンスと違う、違う、なんだろう、なんかキュンキュンキュン、重い、鉄線って言って、あの鉄のセンスです、鉄のセンス、すごい。この生地もなんか、ね、これどういう時に使うんですか。戦う時に、戦う時に戦うの、これで、はい、はい、戦いますか。はい、あのこういう感じで。びっくりした。すごい、徳永が鉄線に挑戦。おお、やっぱ音が甘いよね、まだ。でもすごい音するね、びっくりしちゃった、びっくりした、すごい。これとりあえず決めポーズ、ちょっとぎこちないかも。一番目立つところにポスターを貼って新曲 PR は大成功。来ましたね、来ました、来ました、やってきました。いご飯ですね。 お腹すいた、お腹すいたから小福門さんということで、はい、早速お店に行っちゃいな、行っちゃいな、よし行こう、行きましょう。後半も見ちゃいな。本格中華料理屋さんにやってきました。イエーイ。なんか高級感を ね感じるこの雰囲気ですけど、はい、どうですか。いや、まさに天井はゴールデンシャイナーでしょ。確かにキラキラゴールデン光ってます。なんか慣れなくてそわそわしちゃう。それでは早速美味しい料理を注文したいと思います。はい、すみません、すみません、なんか減った、はい、いらっしゃいませ。すみません、こんにちは、はい、こんにちは。料理注文したいんですけど、はい、お願いします。クイズ答えられた人だけが今日は食べれますか。出ました、ゴールデンチャイナタウンクイズ、はい、ここでもゴールデンチャイナタウンクイズ。北京ダック食べたいでしょ。食べたいね。ねえ、はい、じゃあ1問目、なんと北京ダックの問題です。おお、はい。次のうち横浜中華街の中にない施設は A 警察署、 B 消防署、 C 病院、 D 学校。ちなみに中華街難しい、今回2回目なんだけど、あんまり来ないよね、なかなかね。北京ダック美味しいよ。食べたい。それじゃあ札をあげちゃいな。じゃあ、ばらけましたね、ばらけましたね。 A、B、D、 D。 あらら、3人の回答が割れましたが、果たして正解は。 B、D、 ヒント出してたのに。正解は B です。嘘でしょ。消防署。なんかヒント出してました。ヒント出しましたっけ。支配人の名前はね、カジっていう。誰も支配人の名前知りませんでした。ということで正解した菅谷のみ北京ダックをゲット。あー、美味しそう。ヒント、なんかすごいの、すごい、美味しそう。いただきます、はい、絶対美味しい、絶対美味しい。これほら、なんか味噌出てきたね。出てきたもん。美味しそう、美味しそう、めっちゃ美味しい。本当に、うん、いいな。今まで食べてた中で一番美味しい。マジ、マジで美味しい。やば。続いてはチャーハンをかけた問題。横浜中華街に実際に伝わるジンクスとは。 A 最初の客がチャーハンを頼むとその日は儲からない。 B 最初の客が餃子を頼むとその日は厄介なお客が来る。C 最初の客が焼きそばを頼むとその日はミスが起こる。よし、それでは札をあげちゃいな、はい、せーの。パパ、見ないだ、見ないだよ。なんで、なんか次今のチャーハン問題じゃないですか、
だから答えもなんかちょっとチャーハンとかかけてんじゃないかなっていうのはある、うんうんうん、果たして全員ゲットか、はたまた全員アウトか。残念でしたが、え A です。チャーハン、よかったね、チャーハン食べる。最初の客がチャーハンを頼むと、その日は儲からないというジンクスがあるそうです。さあ皆さん、絶品チャーハン召し上がれ。それではチャーハン食べちゃいな。やったー、いただきます。絶対美味しい。もうカニの匂いがするね、うん、いただきます。いただきます。まさにゴールデンチャイナタウン。キラーン。続いては看板メニュー、高級フカヒレの姿煮をかけた問題。1910年代横浜中華街ではある楽器の製造が盛んでした。さてその楽器とは何でしょう。 A ギター、 B 木琴、 C ピアノ、 D シンバル。食べたい。お願い、本当にお願いします。3人の答えは D と A に分かれました。果たして高級フカヒレをゲットできるのか。嘘でしょ。え、誰もいない。 C。 そうなの。うわー、迷ったんだよ。ちなみにピアノと、ね、正解は C のピアノ。残念ながら全員不正解。どうにかこうにかなりませんか。誰も当たんなかったじゃんね。食べなかった。じゃあね、今日は特別にみんな可愛いんでズルして出してあげる。本当ですか。あー、ね、背中にさ、なんかモノマネかなんかしてもらおうかな。で、面白かったら、まあ、モノマネ。モノマネか。じゃあ、はい、ゲゲゲの鬼太郎知ってますか。あ、知ってる。の目玉親父の声真似いきます。はい、おい鬼太郎。お、よく似てるな。はい、バッチリ分かった。はい、マスオさんの、はい、一瞬なんで、一瞬で終わるんで、よく聞いてください。え？え？まあ、オッケー。本当ですか？はい、いきます。はい、あ、誰もやる。あ、ごめんね。ケインコスキューさんの真似をします。あ、ケインコスキューね、はい、してますよ。してますか。見て、これであなたもパーフェクトブロディ。女の子にはとっても優しい家事支配人。結局全員食べられることに。それじゃあフカヒレの姿煮、みんな一口ずつ食べちゃいな。もう明日からもあれ、肌ゴールデンチャイナだよ、もう。いいこと、いいこと言ったね。明日は肌忘れてたよ、それ。この後、さらにとろけるような杏仁豆腐も堪能して、ご満悦の3人。溶けるんだけど。新しい。待って、こんなん食べたことない。超美味しい。一瞬でなくなる。ね。これはまさに、ゴールデンのたまて箱や。マリさん。チャイナタウンのゴールデンな魅力、満喫してもらえたみたいですね。新曲ゴールデンチャイナタウンにかけてここ横浜中華街に来ましたけど、はい、ね、お店にポスター貼ってもらったりとか、ねね、ね、そういう機会もね、直接こうやってお願いする機会ってないじゃん、はい、うん、ないね。だからね、新曲もたくさんの人にね聞いてほしいです ね、 ね、超聞いてほしい。さて私たちね、ベリーズ工房32枚目のシングル、はい、ゴールデンチャイナタウン、そしてさよなら嘘つきの私、6月19日リリースですが、はい、まあ、この曲のね、PR をぜひしちゃいましょうよ。はい、はい、そうですね、まあ、ゴールデンチャイナタウンの方は、うん、あのベリーズ工房、最近ではタイヤ
こう韓国でライブをやらさせていただいてるので、やっぱねアジアをねどんどん攻めて、うん、今回はチャイナということで、今日こうやってこう中華街にも来れてね、うん、よく学べたんで、たくさんの人に聞いてもらえたらなと思います。はい、皆さんぜひ聞いてください。はい、じゃあさよなら嘘つきの私、さよなら嘘つきの私の方はですね、はい、今回結構かっこよくって、うん、いつもより私たちあのバリバリに踊っちゃってるので、うん、そういうところに注目してみてほしいなって思います。はい、たくさんの方に聞いていただけますよ、よろしくお願いします。